ビギナーランニングマガジンへようこそ。感想教員牧野です。今回は2月1日発売されましたホバーマキナ2、こちらを開封したいと思います。こちらですね。じゃあ中身をチェックしていきたいと思います。はい、開けてみました。まあホバーマキナ昨年ですね、2月に登場して以来、まあ第2代目というふうになりましたけれども、ね、まあなんといってもカーボンを混ぜたプレートを入れているというところが、まあ最大の特徴であり、内蔵チップがね、組み込まれているので、なんとですね、もう走るだけで、後ほどスマホに、まあデータが飛ぶという風な画期的なシューズですけれど、ですんでスマホを持ち歩かなくてもいいというのも最大の特徴になっていると思います。ね。じゃあですね、前作、それとどう違うのかをちょっとチェックしてみましょう。はい、前作登場してきました。アッパーのね、メッシュの入り方がちょっとこの黒いんでね、分かりづらいと思うんですけれども、形が変わってきていますね。でカップのね、ヒールカップの部分も若干ですけど変更していると、よりサポート力が増しているのがありますかね。こっちはプリント気味ですけど、こちらはしっかりとパーツを入れていると、そういうところも出てきますね。でこれもリフレクターになってますね。で夜の走行でもこのところとかも分かりやすくなっていると、前と後ろというところに変形されてるって感じですね。アッパーに関してはね、大きな変更点というのは見受けられないかなと思います。でですね、これはちょっとですね、分かりづらいところではあるんですけども、ちょっとね、プロネーションの部分のサポートを少し強化したのではないかなって気がしますが、全体的には大きな隔たりはないかなと思いますね。ですので、本当にブラッシュアップって意味では、2は、まあ、かゆいところに手が届いてるっていう感じがします。じゃあちょっとですね、重さのチェックですね。で、前作、こちらですね。初代が26センチで269と。ね。で、ただね、この摩耗してるんで、実際にどれぐらい違うかっていうのが、正確性を欠くかもしれないんですけれども、ああそれでも 6g 程度ですね、軽くなってきています。ですから補強しながら軽くしているっていうのは非常にありがたいところかなと思ってます。であとはもうシューホールの部分もだいぶ変更してきて、より包むような形になってきているというのは見て受け取れますね。こういうふうにね。こちらはストレートになっているということです。あとはもう細かい部分ですね。終端の部分が、これがちょっと厚みがあるんですけど、こちらは薄くなっているし、こういうふうに丸みを帯びている。というところで、よりフィット感を上げているのではないかなと。でですね、あとですね、よいしょ。まあ、インソールは変わりなくですね、ただこちらに書かれている通り、Bluetooth でスマホでつながれば、シューズの横に置くだけでデータが飛ぶよということで、非常に楽にデータが飛ばせると。
まあ、可視化する意味でもこういったシューズっていうのは非常に嬉しいなっていう気がします。で、ほんにちょっとですね、変えてきてはいますけれども、まあでもちょっと僕的に言うとですね、なんか2作目の方がこう顔的に言うと前作に比べるとこうしっくりシンプルになったのかなっていう気がしているんで、やっぱり1より2っていう、やっぱりデザインの形もうまくはブラッシュアップしてる気がしますね。でですね、やはりこうカーボンで跳ねたいけどまだ走力がないという人には、僕はやはりこのアンダーアーマーのオーバーマキナっていうのは非常に安心のあるシューズです。かといってね、上級者の方が求めている、まあ、例えば、ベイパーだったり、エンドルフィンだったり、アディオスみたいな跳ね方を追求するんであれば、まあ、そこはちょっと違うのかなという気がしますけども、十分でも、いい、こう、前進に進み具合というのは、僕は心地いいかと思っていますね。ですので、どうブラッシュアップされているか、実際に履いてみてですね、これをまたレビューしたりとか、前作で他のものとも比べてお話しできればと思っています。今回は2月1日発売アンダーアーマーホバーマキナ2、こちらを紹介させていただきました。まあ、2月に入るといろんなシューズまだまだ出てきますので、ぜひ紹介できればと思っています。この動画が良ければグッドボタンとチャンネル登録もお願いします。感想を共有に負けました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。